こんにちは、るチ,チャンネルのです今回は「耳で覚えるおついち講義」第2講義目ということで前回に引き続き「あ」塩素酸塩類からやっていきたいと思います。でこの「耳で覚える」シリーズは車の運転中だったり家事をしている途中など何かしている時の片手間にですね勉強ができる耳だけで勉強ができるというのをコンセプトに作っています。普通のの解説動画の方も このチャンネルで投稿していますのでそちらと併用して使っていただけるとよりですね効率よく合格に近づけると思いますのでうまく活用してくださいではですね早速内容に入っていきますではまずア塩素酸塩類から前回の講義で塩素酸塩類と過剰の「か」がついた「か」塩素酸塩類っていうのはやったと思うんですけどこの「あ」塩素酸塩類は塩塩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  塩塩塩塩素素素酸酸酸類類よりも酸素ががつつ少ないいいいのでア塩素酸塩類という名前がついていますこの「あ」っていうのは少ないという意味を示していると覚えておいてくださいでこの「あ」塩素酸塩類に該当するもの1つあって「あ」塩素酸ナトリウムですナトリウム色としましては白色色は白色水に溶けて吸湿性がある吸湿性があります 無機酸そして有機酸どちらの酸とも反応をしてしまいますどちらの酸とも反応をしてしまうで直射日光そして紫外線で分解日光系ですね日が当たる場所では分解をしてしまうので日を当てないようにしましょうということです直射日光そして紫外線で分解をする適正な消化方法としましては注水消化そして粉末消化剤である リン酸塩類の粉末消化剤ですね。この2つが適正な消化方法になっています次は修素酸塩類について修素酸塩類に該当するものは修素酸カリウムです修素酸カリウムの色は無色無色で水に溶けますしかしアルコールには溶けません水に溶けてアルコールには溶けない水溶液は酸性を示しますシューソ酸 だけあって水溶液は酸性ですで水溶液はもちろん酸化剤酸化性固体なので溶かしても酸化性は残って酸化剤ということになりますね次は硝酸塩類について硝酸塩類の共通の性質としましては加熱そしして衝撃で酸素を発生します水素ではなく酸素を発生します 水に溶けて適正な消化方法は中水消化中水消化で金属ガラスそしてプラスチック製の容器で貯蔵します金属ガラスプラスチック製の容器で貯蔵しますで該当する物質は全部で3つあって酸酸酸カリリウウウム、硝酸ナトリウム、ムナトアンモニウムです。このカリウムナトリウムアンモニウムのセットもだいぶですね、慣れてきたかと思いますまず硝酸カリウムについて。 色は無色で単独硝酸カリウム単独で分解して酸素を発生します。硝酸カリウム単独で分解をして酸素を発生します。これは黒色火薬と呼ぶんですが、黒色火薬の原料になります。この黒色火薬の原料っていうの意外とポイントなので覚えておいてください。黒色火薬の原料。 僕はこの硝酸カリウムナトリウムアンモニウムどれが黒色火薬になるのかっていうのが覚えられなかったんですけど黒色の「子が K ですよねで火薬の「か」も K なので、えー、と硝酸カリウムの「か」が K ですから KKK で覚えましたまあ人それぞれなんで覚えにくかったら自分の覚え方で覚えてみてくださいで水に溶けます硝酸カリウムは水に溶けます次硝酸ナトリウムについて硝酸ナトリウムの色は無色無色で 懲戒性があります。懲戒性があります。で、水に溶けて反応性に関しては硝酸カリウムよりも弱いです。反応性は硝酸カリウムより弱いです。次硝酸アンモニウムについて硝酸アンモニウムについてこちら結構出てきますので、しっかりと覚えておいてください。 無色または白色無色または白色で単独で爆発をしてしまいます単独で爆発をしてしまうそして210度でア酸化窒素ア酸化窒素になって潮快性があります潮快性があるアルカリと反応するとアンモニアになりますアルカリと反応するとアンモニアになる これのの覚え方としましまては硝酸っていうのは酸いう性ですよねそしてアルカリっていうのは、まあ、塩基性とアルカリ同じですね酸性とアルカリっていうのは中和反応して打ち消し合う打ち消し合うそのため硝酸アンモニウムとアルカリが反応すると硝酸とア,ンアルカリが打ち消し合ってなくなる残るのはアンモニウムですよねなので反応して出てくるのはアンモニウムであるアンモニアですねこんな感じで覚えてもらえると覚えやすいかと思います で水アルコールどちらにも溶けて吸熱反応を示します水アルコールどちらにも溶けて吸熱反応を示しますで貯蔵の際は防水性の多層紙袋に貯蔵します次はヨウ素酸塩類についてヨウ素酸塩類は今までに出てきた塩素酸塩類 そしてシ素酸塩類よりも安定です。安定です。塩素酸塩類またはシ素酸塩類よりも安定です。この要素酸塩類に該当するものは一つ、要素酸カリウム、要素酸カリウムです。要素酸カリウムは無色無色で水に溶けるがアルコールには溶けません。水に溶けるけどアルコールには溶けません。 次はカマンガン酸塩類に該当するものは2つカマンガン酸カリウムとカマンガン酸ナトリウムカリウムとナトリウムですまずカマンガン酸カリウムについてこちらよく出てきますのでしっかりと覚えておいてください色としましては黒紫色または赤紫色黒紫色または赤紫色です紫っぽいっていうのを覚えてもらうといいかと思います で硫酸と反応すると爆発をしてしまうので避けなければいけません硫酸と反応すると爆発してしまうので避けないといけません 200°C になると酸素を発生します塩酸と反応すると塩素になる塩塩酸とと反応すすると塩素を発生します水に溶けたら濃い紫色になります水に溶けたら濃い紫色になります そしてアルコールアセトンにも溶けます。アルコールアセトンにも溶ける次はカマンガン酸ナトリウムについて。カマンガン酸ナトリウムの色は赤紫色です。赤紫色。カマンガン酸塩類は基本的にも紫色なんだなっていうイメージを持っておいてください。でカマンガン酸ナトリウム、次の性質は超快性があります。超快性がある。 こちらも硫酸と反応すると爆発をしてしまいます水にも溶けます水にも溶けると次は10クロム酸塩類について10クロム酸塩類について10クロム酸塩類の該当するものは10クロム酸カリウムと10クロム酸ナトリウムではなくアンモニウムです ジュークロム酸カリウムとジュークロム酸アンモニウムカリウウムムとアンモニウムの2つですまず10クロム酸カリウムから色は透析色透析色オレンジ色と思って大丈夫です透析色で毒性そして苦味があります毒性そして苦味がある水に溶けるがアルコールには溶けません水に溶けるがアルコールには溶けません次10クロム酸アンモニウムについて クロム酸アンモニウムについて透析色先ほどと同じオレンジ色ですね透析色で有毒毒があります水エタノールどちらにも溶けます水エタノールどちらにも溶けて加熱をするとですね窒素と酸素が発生します加熱をすると窒素と酸素どちらも発生します次は炭酸ナトリウム 過酸化水素負加物、炭酸ナトリウム、過酸化水素負加物です。これに関しては正直あまり出てきませんので、時間に余裕がある方だけ勉強してもらえたらいいかなと思います。色としましては白色。白色で漂白作用、そして酸化力があります。漂白作用と酸化力があって、加熱で熱分解をして酸素を発生します。加熱で熱分解して酸素を発生します。 次は要素の酸化物について要素の酸化物について要素の酸化物に該当するものは2つ三酸化クロムと二酸化鉛ま三酸化クロムと二酸化鉛の2つですまず三酸化クロムから三酸化クロムの色は暗赤色暗い赤色暗赤色で水アルコールに溶けます水アルコールに溶ける酸化性はもちろんのこと潮戒性もあります 酸化性と超快性を持っている有毒で皮膚を侵します有毒で皮膚を侵しますアルコールアセトンそして水に注意しなければいけませんアルコールアセトンそして水に注意しなければいけません次二酸化鉛について二酸化鉛の色は暗褐色暗褐色で水アルコールに溶けない日光に当たると酸素を発生してしまいます 日光に当たると酸素を発生してしまいます両導体電気を通す両導体で有毒です有毒です次はジア塩素酸カルシウム酸水塩ジア塩素酸カルシウム酸水塩こちらの物質が最後になります色は白色で塩素臭そして吸湿性があります塩素臭と吸湿性があります 水に溶けるのとあとは日光で酸素を発生してしまいます水に溶けて日光で酸素を発生してしまいますこちら一番重要になりますコードサラシコの主成分となっていますコードサラシコの主成分は次亜塩素酸カリシウム酸水塩ですアンモニアと反応すると爆発をしてしまいますアンモニアと反応すると爆発をしてしまいますそして水と反応して 塩化水素素そして酸素になります水と反応して塩化水素そして酸素になりますではもう本当の最後の最後に第一類の酸化性個体の指定数量一番重要な指定数量について覚えていってください塩素酸塩類過塩素酸塩類無機化酸化物あ塩素酸塩類周素酸塩類これら5つは指定数量5 0キロです5 0キロ 硝酸塩類ヨウ素酸塩類カマンガン酸塩類重クロム酸塩類が3 0 0ロ指定数量3 0 0ます。で覚え方としましては、えー、と第1項第2項で解説した順番になっていますので臭素酸塩類までが5 0キロ重クロム酸塩類までが3 0 0ロ。 でその他が1 0 0 0キロという覚え方をして区切ってもらうとですね少しは覚えやすいかと思いますあとは性質の危険性を比べてもらうと分かるんですが例えばヨウ素酸塩類指定数量 300kg のヨウ素酸塩類の解説の際に塩素酸塩類そして周素酸塩類よりも危険性だったりそういうのが少なくて安定ですよっていう解説をしたと思いますなので安定だから指定数量が多い3 0 0キロと多い 3 0 0ロも保管できるものと5 0キロしか保管できないものだったら3 0 0ロの方が安定ですよねそんな感じで性質を照らし合わせて覚えてもらうのもいいですし先ほど言ったシュ酸ソ塩類そしてジュークロム酸塩類という区切りでですね指定数量を覚えてもらえるのもいいかと思いますではもう一度一応言っておきます塩素酸塩類か塩素酸塩類無機化酸化物ア塩素酸塩類シュ酸ソ塩類こちらが指定数量5 0キロ硝酸塩類 ヨウ素酸塩類、カマンガン酸塩類、ジュークロム酸塩類。こちらは指定数量300キロそしてその他、これら以外のものですね、が指定数量1000キロになります50キロ、300キロ、1000キロです以上で耳で覚えるおつイチ講義第2項終わりたいと思います耳で覚えるおつイチ講義に関してはこの2項で終わりになります でもしも危険物取扱者をおついが初めて受験するという方はですね物理科学と法令も勉強する必要がありますので耳で覚えるおつ4講義の第1から第3項そして第6から第11項45以外ですねの方を見てもらうと同じ内容になりますのでそちらを活用してもらえばいいかなと思います。 でこのチャンネルでは普通の解説動画の方も投稿していますのでそちらの解説動画も併用して使ってもらえるのがいいかなと思いますよかったらチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします終わります最後までご覧いただきありがとうございました高評価チャンネル登録もよろしくお願いします